皆さんごきげんよう。僕のリスナーで魔王タイプアウルさんって方がいらっしゃるんですね。その方は、まあ、違う YouTuber のリスナーでもあり、で、その違うね、生配信とかでよくスパチャをしてるのを、見かける方なんですよね。まあ、スパチャ癖があるというか。で、その方、本人から聞いたんですけど、話を。過去に自分もすごい借金をしていた。で、今はまあ借金全部返して結婚して、まあ幸せだ、みたいな話なんですけど、でもその、借金、ああ、してたんだ、くらいに思っていたんですけど、本人が、まあ、僕に言うには、借金がすごい、なんか、膨らんで、カード会社、クレジット会社から、裁判されたっていうね、裁判をした、訴訟を受けたっていう話を聞いて、え、マジで？と思って、で、まあ本人にその話したくて、まあ生配信でまあ彼にいろいろ話聞こうと思って、まあちょっと茶化したんだよね。まあその人はなんかいじったりとかしても OK な人だから。ってことをしたら、翌日僕もまた JCB のカードが 止められました。ちょっと油断したんですよね。30万が限度額で、この間は、まあ、先月は30万いっちゃって、止められちゃったんですよ。でも、給料が入るたんびに僕は、セゾンカードのカウンターに行って、ちょいちょい返して20万ぐらいになったんだよね。ショッピングの合計が。ああ、いい感じじゃんと思って。で、1月のね、4日とか5日がね、引き落とし日なんですよね。で、その時に多分請求が10万ぐらいだったと思うんですけど、僕は本当に油断して、それをリボ払いに、靴ずのを忘れていて、普通に支払いがしなかった、できなかったんですよね。で、止められたんですよ。ああ、やべえと思って、油断した。でも、今のその、合計のショッピング額は30もいってないはずなんですよ。20万ちょいとかだと思うの。でも、支払いができないってことによって止められてしまいました。で、すぐ電話して、まあ、事情を話して、前はその30万の限度額いったから止められたんですけど、今大丈夫じゃないですかって言って、限度額いってないじゃないですか。だから、リボ払いにしてくださいよって、今回のって。そしたら、リボ払いに変えたい場合は、その支払い日が過ぎてからリボ払いに変えることはできないって言われて、え、マジで？って思って。で、じゃあ、わかったと思って、じゃあ、そのカードで、キャッシングして、キャッシングからショッピングの方に入れようかなと思ったら、キャッシングのも止められていて、あちゃーと思って、もう一回電話して、まあ話して、でも本当に困るからって。なぜならば、その支払い日が、まあ、4日か5日だと思うんですけど、で、こういうふうに止められてしまうってことが分かっていれば、僕はその支払い日の止められる前に、キャッシングでお金を借りてれば、今手元にあるわけじゃないですか。で、今手元の持ち合わせもないし、カードも使えなかったら、俺もう生活保護じゃないですか って話で、まあ、そんなことは言わないですけど、何これはって、後出しじゃんけんだから、ね、勝てないっつうか、借りれないのって、まあ、そんなことも言ってないんだけど、今からなんかどうにかなりませんかねって言って、リボにはできないんですかって、いやいや、それリボは、ね、支払い日過ぎてから無理ですとか、じゃあそれはそうなっちゃうんだったらね、あらかじめキャッシングで借りていて、給料までの現金は持っていたかったりなと思って、で、すごいなんかね、たらい回しにされるんだよね。なんかそういった場合、じゃあ、次にいつ、いくら、振り込めそうですかとか聞かれて、で、なんか3万ぐらい振り込めば、とりあえずカードはショッピングが使えるようにするよ、キャッシングも使えるようにするよってことが、なんか向こうが言ってくれたんですよ。ああ、そうなんだ。でもその3万がないからなと思って、で、それもね、なんかいろんなその JCB の窓口が違うので、電話しても結構人が出るまでに時間かかったりとかして、結構大変なんですよ。まあ自分が悪いんですけど。で、3万入れれば使えるよってことになって、でも3万ないし、給料日までまだまだあるから、もうすごい歯がゆいですよね。こうなるって分かっていれば、ね、あらかじめキャッシングしてりゃよかったわけなのに、あっちゃーって感じで完璧油断しました。で、もう、プライドなんてそんなないんだけど、元から、もう、意を決して、親に3万円借りました。で、やっぱ、魔王さんのことをね、なんか、バカにした、なんか、月が回ってきたっていうか、やっぱ、神様見てんだな、と思いました。だから、まあね、まさか自分が翌日、カード止められるとは思わなかったです。
で親に借りたっていう最悪のうちですね。うん、いや親には借りるの嫌なんだよね、本当に嫌なんだけど、まあ借りました。ね、本来ならね、まあ、俺ぐらいの年だったら親にさ仕送りとかさしてるわけじゃんとかね、なんか、うん、親にさお金をねあげる立場だと思うの、ご奉仕する立場だと思うんだけど、借りてしまったという、まあね、こんなミスもありますよ人生。まあだからといって俺がね毎日なんか不幸かとかなんか惨めかって言われると別にそんなことはなくて、まあこういう部分的にねそうなるよねって話です。どうもありがとうございました。